白内障は、目の疾患の一つ。水晶体が開白色や茶化色に濁り、物が霞んだりぼやけて、見えたりするようになる。以前は、白底比と呼ばれていた。水晶体を構成する、タンパク質であるクリスタリンが解合することで変成し、紅白色、または白色に濁ることにより発症するが、根本的な原因は解明されておらず。 水晶体の細胞同士の接着力が弱まったり、水分の通りが悪くなったりして起こるのではないかと言われている。発症は45歳以上の中年に多く、年齢を重ねるにつれて割合が増加する。また、80歳以上の高齢者は、ほとんどが何らかの形で白内障の症状を引き起こしていると言われるが、進行の速さには個人差があり。 目が見えづらくなるといった症状に至るとは限らない。このため、水晶体の白濁そのものは病気ではなく、皮膚のシミやシワなどと同じく老化の一環であるという考え方もある。老化以外では、火器のような原因で発症することがある。これらの疾患と区別するため、加齢による発症を特に、加齢性白内障と呼ぶ、外症によるものでは、などがある。糖尿病による、 白内障は普通より年齢10年分くらい進行が早いと言われている。先天性代謝以上ガラクトース欠症を患っている。人が牛乳を摂取すると牛乳の成分である乳糖が分解されてガラクトースとクルコースが生成され、代謝できずに残留したガラクトースにより水晶体を白濁させ白内障になる可能性がある。しかし正常な代謝であれば、 グルコースより先にガラクトースが消費されるため、血中にはほとんど残留しないとされる。1970年、カート、ピー・リヒテルとジェームズ、アール・デュークはラットにヨーグルトを与えたら、白内障になったとサイエンスに報告している。しかしこのサイラットに与えた量は体重の3分の1くらいという超大量投与であった。発生の原因によって、 症状の現れ方と進行の速度に違いがある。いずれの場合も最終的には視界が白濁する。ある程度まで白濁が進むと水晶体の中で散乱する光によって視界が白く染まってしまうが、そこに至る過程では視界に霧がかかったようになる。覚醒白内障の場合には近視が進むことが知られている。なお、加齢による場合は紅白色、茶褐色に濁るが、 年齢が若い場合は白色に濁る。加齢に伴う症状の場合、視野の周辺部から発生し、中心に向かって進行していくことが多い。この場合、初期の段階では症状が発生していること自体に気づきにくく、また、症状の進行速度には個人差が大きいことから、進行が遅い人では死亡するまで症状が表面化しないことも珍しくない。 病変が生じるとその部分で光が散乱するようになるので明るいところではなんとなくものが見えづらくなったり光源を直視していないのに眩しく感じたりするようになるさらに症状が進行すると眩しさが強くなるため目が疲れやすくなったり眼底に痛みを感じるようになるさらに進行すると黒目の部分が白っぽく濁って見えるようになり視界が白濁して見えなくなる アトピー性皮膚炎の患者に合併する。先に述べた一般の加齢性白内障と違い、若年者に発生することが多い。アトピー性白内障においては、水晶体の五脳の中央部から白濁が始まることが多いとされている。中央部に混濁があるため比較的早くから、視力障害やキリシ視感を訴えることが多く、手術に至る例もある。また進行が早い例もあり、 点眼薬などによる進行の予防は期待できないことも多い。原因はアトピー性皮膚炎によるものや創用に伴う目外衣装などが考えられるが、半然とはしない。現在のところ治療薬は開発されておらず、一旦発症し混濁すると元には戻らない。早期においては進行を遅らせる目的で酸化防止剤等の薬剤を使用することがあるが、点眼治療に関しては、 厚生労働省研究班が有効性に関する十分な科学的根拠がないと2003年6月の日本白内障学会で発表した。もし科学的根拠がなければ、医薬品としての認可自体が下りず、医薬品として販売することはできない。また当時日本がん科学会は強くこの発表を批判しており、現在に至るまで、当の厚生労働省は白内障進行予防薬の 医薬品としての認可を取り消していない。比較的早期においては進行を遅らせる効果があるというのが一般的な考え方である。前期厚生労働省研究班発表の1年、前である2002年7月に世界初の眼内レンズをあらかじめセットした挿入具の発売など近年手術時間の短縮や術後視力予後の改善期間が短くなってきていること。 高齢者でも運転する人が多いなど QOL の意味から以前よりも早期に手術を行う傾向にあり、長期にわたり転眼薬等の処方を行うのは、高齢者の診療を行う、眼科以外の診療科に多い傾向がある。最終的には失明するとはいえ、日常生活や業務により、手術の適用には個人差が大きい。以下の場合は、 早い時期に手術をすることが好ましいと考えられる。眩しさや見えにくさの訴えが強く、メガネによる強制でも解消されない症例で、手術で症状が改善される場合もある。医師によっても考え方に差があるが、手術時期については、担当医師と十分に相談の上で決めるのが良いと思われる。現在白内障の標準治療として行われている。 超音波乳化吸引療法の概要。水晶体の核と皮質を破砕し、取り除いた後、眼内レンズで置換する。古い時代から、目の中にある水晶体が白濁しているせいで物を見る邪魔をしている、ことは分かっていたため、この邪魔な水晶体を視野から取り除く方法が取られていた。初期に行われたものは、水晶体脱球を起こさせて視野からずらす方法であり、 一つ目は、カウチング法で、眼球に、鋭いが、やや太い針を差し込んで濁った、水晶体を、眼球内の下の方に押しやるというもの。もう一つは、鈍器で目を打って水晶体を支えている、固定繊維を断裂させて落とすというものだったが、どちらも、完全に進行しきってない、白内障に対して行うと水晶体が割れてその、破片が、炎症や痛みを起こすなど、視力に悪影響を及ぼす。 危険性があったこと、並びに水晶体が逆戻りしてしまう、問題点があった。時代が下って10世紀頃のイスラム圏では、水晶体逆戻りを防ぐため、差し込む針を中空のものにして濁った、水晶体を吸い出すという手術も行われたことが、医師によって書き残されているが、この方法も水晶体破損の危険性が残っていた。白内障手術追加法を濁った。 水晶体を取り出す手術をもっと安全に行えるようにしたのは18世紀のフランスの医師ジャック・ダビエルによる目の下の方を大きく切り開いて水晶体を脳から外に押し出すというもので当時は麻酔はもちろん眼球用の糸が当時なかったため大きな石灰部分の縫合もできなかったことから患者は数日間動けなくさせられていたほどだったが そういった問題についての技術が進むにつれ、19世紀頃には、こちらの適出術の方が、より成功性が高いと追加法より、主流になった。ダビエル式白内障手術法その後、1967年に、アメリカの医師チャールズ・ケルマンが超音波で水晶体を砕いて吸い取る水晶体乳化吸引術を発表し、眼球の切開部分を小さくできるようになり、 現在はこの方法が主流になっている。なお、いずれの場合もピント合わせができなくなるので、何らかの形で突レンズを使用して焦点を合わせられるようにする。現代日本においては先に挙げた薬物療法が無効であり、生活に支障がある場合は、混濁した水晶体を除去して眼内に眼内レンズを挿入する外科手術を行っている。麻酔は、 以前全身麻酔、救護麻酔や春木麻酔を施行し、麻酔時に大きな痛みを伴うこともあった。現在は、手術時間の短縮、麻酔薬使用方法の進歩から、リドカインなどを用いて、天眼麻酔が可能となり、簡便な方法が取られるようになった。また、手術前処置として15分程度、眼球の上に砂袋等の重りを乗せて、 ガラス体圧を下げる前処置が必要とされることが多かった。現在でもガラス体圧が高いと想定される際には行われることがある。手術方法は以前胸膜を大きく切開して、節開層を作成して水晶体を丸ごと取り出す水晶体の内摘質術が行われていた。この手技は、切開層の幅がメートル程度必要であり、術後乱射が強い傾向があり、 また眼内レンズの挿入が困難であった。その後、切開幅は変わらないが、水晶体脳を温存して水晶体を摘出し、温存した水晶体脳内に眼内レンズを挿入する水晶体脳外摘出術及び眼内レンズ挿入術が行われるようになった。切開幅が大きく、術後炎症、眼圧の不安定さより多くの医療施設では、 手術に再し入院を必要としていた。現在、切開法としては角膜を切る角膜切開法や胸膜から角膜までトンネル状に切り進む胸角膜切開法が主流であり、術後も縫合は行わない、いわゆる無縫合手術で行われることが多い。近年の医療技術の発達に伴い、白落した水晶体の核を超音波で乳化破砕して吸引除去し、 気質の処理を行った上で温存しておいた水晶体能に眼内レンズを挿入する。今日では眼内レンズは折りたたんだり眼内レンズを挿入するためのインジェクターを使用する方法が開発され、節階層の幅も3ト、mm、ル以下で行うことが可能となった。また水晶体能を温存できなかったり、水晶体能を支えているチンコ帯が弱く、 水晶体能を利用できない場合は、眼内レンズを縫い付ける、または全房内に挿入する場合もある。また手術の短いも10から40分で終わり、いわゆる、日帰り手術が可能となり、患者への負担が飛躍的に軽減した。手術後の副作用として、手術後数ヶ月から数年後に水晶体能が濁る、後発白内障が出れば、レーザーで簡単に除去できる。 後発白内障は従来は30%程度起こっていたが、最近は眼内レンズや手術法の改良で頻度は1から10%程度に減った。眼科手術の中でも安全性の高い手術とはいえ、もちろん100%安全な手術というものは存在せず、下記に挙げる合併症に至る例があり、不幸にして失明に至るケースも存在する。 一般的な白内障手術の術中、術後の合併症として、次のようなものが報告されているという、術中駆逐性出血や術後眼内炎が発生した、場合は失明の可能性がある。また、アトピー性皮膚炎の患者の場合は、五脳や毛様体交尾が弱い傾向にあり、五脳破損や水晶体落下の危険性がやや上がるという、手術を行わない場合は、最終的には、 失明に至り、発展途上国においては失明原因の第一位である。詳細は、先天性白内障を参照他にも、染色体異常や他の先天性の病気などと伴って発症する場合もある。成人の白内障とは違い、乳幼児が発症する先天性白内障や若年性白内障は、視覚の発達に悪影響があると認められる際には、 なるべく早く手術する必要がある。手術は全身麻酔で行われ、将来的に目が成長することを考慮して、焦点を固定する、眼内レンズを埋め込む手術を行わないことが多い。手術後は眼鏡、コンタクトレンズで矯正する。なお、乳幼児の白内障手術を行える、医療機関はかなり少ない。多くの動物種で存在するが、特に馬や犬で多い。犬における、 白内障の大部分は遺伝性である。犬の白内障手術の際、人よりも全能がやや硬い傾向がある。ありがとうございます。